阪神タイガース、今年結果を出せないとまずい7人の崖っぷちのピッチャーを見ていきます。元ドラフト1位のピッチャーや2022年に活躍した投手たちも入っています。崖っぷちのピッチャー1人目が馬場投手です。2017年のドラフト1位のピッチャーではあるんですけれども、すでに6年目を迎えるということになります。2022年のオフには現役ドラフト候補としても名前が挙がっていました。2020年、そして2021年は1軍で30試合以上に登板しておりまして、一定の結果を残しています。まあ、ただ岡田監督に代わって3月の韓国代表との試合で先頭バッター2者連続のフォアボールを出してしまったんですね。まあ、この時に岡田監督からかなり厳しいコメントをもらって、そこから2軍降格、1軍での登板がないというような状況が続いています。ファームでは防御率が 3.95、 13.2 イニング投げて四球が3つ、奪三振率 11.9 という成績になっています。四球率という部分で見ると安定してきて、まあ、少し制球は良くなってきたかなという印象はあります。奪三振率もかなり高い数値が残っていますから、まあ、あとは2軍でもう少し成績、防御率というところを安定させて、1軍にアピールして昇格して、なんとか1軍で結果を残すというフェーズに入ってくるでしょう。続いて最もやばい状況の投手見ていきましょう。状況的に最も厳しいかなという状態になってしまっているのは二保投手ですね。2022年は2軍でセーブ王となったんですけれども、馬場投手と同じように現役ドラフト候補として名前が挙がっていました。32歳のピッチャーで、年齢的にも本当に崖っぷちというような状況ですね。馬場投手と同様に韓国代表戦で登板をして乱調となってしまって、岡田監督からかなり厳しい言葉がありました。さすがに悪すぎると、まあ、そんなコメントがあったわけですね。シェファームでの2023年の成績見てみると、防御率が 9.45、 6.2 イニング投げて四球が5つ、奪三振率 5.4 という数字になっています。奪三振率もあまり高くないですし、四球率もかなり高い数値ということになってしまっています。やっぱり2軍でもフォアボールであったり打たれるケースっていうのがかなり目立っているなという印象ですね。やっぱりここから2軍でまずは圧倒的な成績っていうのを見せていかないと、1軍昇格が結構厳しいかなという状況になってしまっています。続いて1イニングに2個のペースでフォアボールを出してしまっているあの投手も厳しい状態と、こちらを見ていきます。続いてご紹介させていただくのが鈴木投手ですね。2021年、創価大学からドラフト2位で指名された23歳の左のピッチャーです。制球力には課題がある、やや小柄なピッチャーではあるんですけれども、直球の威力っていうところがかなりすごいと、左の直球に威力があるピッチャーということで高く評価されてドラフト2位で指名されました。2023年の成績見ていると、 12.91 の防御率、 7.2 イニング投げて四球が11、奪三振率が7という数字になっています。やっぱりもう2022年もそうですけれども、とにかく制球がばらついてしまって、相手バッターと勝負ができないと、もうコントロールをなんとかするっていうことで精一杯というような感じになってしまっています。この状態は昨年から全く変わっていません。やっぱり鈴木投手はまあフォームどうこうっていうよりは、もう制球なんていう部分をとにかく根本的に直していかない限りは立て直しは難しいかなという状況ですね。まあ、ただドラフト2位で指名されている素材っていうのはまあ素晴らしいものがあるということですから、メンタル面から見直して、なんとか試合で最低限ストライクを取れるというようなところからステップアップしてほしいと思います。続いて1軍で実績もあるあの投手も崖っぷちと、こちらを見ていきます。続いてご紹介させていただくのが小林投手ですね。オリックスから移籍した30歳の右のリリーフ投手です。馬場投手、二保投手と同様に韓国戦で乱調ということになってしまいまして、2軍降格というところですね。現在は2軍で登板しているんですけれども、防御率が 3.68、 7.1 イニング投げて四球が5つ、奪三振率 12.3 という成績になっています。やっぱりまあ怪我の影響もあってなのか、なかなか過去のような投球っていうのが影を少し潜めてしまっているかなと。1軍での成績っていうのも比較的そんなに登板数は多くないんですけれども、防御率は安定していたという投球はできていました。現状はフォアボールが少し多く、なおかつ打たれてしまうっていうケースが結構目立っていますね。奪三振率は 12.3 ということでかなり高い数値残っていますから、制球力がもう一歩向上してくれば、もしかしたら1軍での活躍っていうのもまた見れるかもしれません。続いて昨年素晴らしい活躍を見せたあの投手も崖っぷちの状況と、こちらを見ていきます。続いてご紹介させていただくのが渡辺投手ですね。左のサイドハンドのピッチャーです。ホークスを戦力外となったんですけれども、矢野監督の意向も結構強くて獲得されたピッチャーですね。そして矢野監督のもと32試合に2022年は登板しまして、
防御率 2.45 と素晴らしい成績を残しました。しかし岡田監督に代わってからなかなか渡辺投手の名前っていうのが出てこなくなってしまったという状況ですね。ファームでは防御率が 9.64、4.2 イニング投げて四死球が1つ、奪三振率 9.64 という数字になっています。渡辺投手はもうすでに31歳ということで、2022年しっかりと活躍したとはいえ、今年やらないとという状況ではあります。2軍の投球を見てみると、ややキレが落ちてしまっているかなという印象で結構打たれてしまうなというようなケースも目立っています。渡辺投手は今後岡田監督の采配っていうところを考えても、右打者に対してもしっかりと抑える投球ができるかどうか、ここがすごくポイントになってくるのかなというふうに思っております。続いて開幕前にブレイクするということでかなり話題となったあのピッチャーも崖っぷちの状況と、こちら見ていきます。続いてご紹介させていただくのが岩田投手ですね。2020年の育成ドラフト1位の選手で、昨年支配下登録を勝ち取ったというピッチャーでございます。変則のサイドの左ピッチャーということで、開幕前は2022年にファームでしっかりと活躍したというところから、今年大ブレイクするんじゃないかというふうに結構期待されていたピッチャーです。ただ蓋を開けてみるとファームで防御率が 10.13、 5.1 イニング投げて四死球が4つ、奪三振率 6.8 ということで、なかなか厳しい数字になってしまっています。やっぱり制球力が定まらず、甘く入ったボールはホームランを打たれてしまうと、こういったケースっていうのがかなり見られているというところですね。制球力の向上っていうのももちろんなんですけれども、渡辺投手と同様にやっぱり左右の両方を抑えられる力っていうのが必要になってくるのかなというところですね。また岩田投手の投球を見てみると、あんまりバッターが嫌がっているとか怖がっているとか、そういった姿勢っていうのがなかなか見られなくて、そういった相手が嫌がるようなピッチャーになっていかないとなというところではあると思います。最後に育成投手が全員苦戦している状況と、こちらを見ていきます。阪神タイガースの育成投手の現状を見ていきます。佐藤蓮投手、割と上位で指名されたピッチャーではあるんですけれども、現状は育成投手となっています。2軍で防御率が 3.00、 3イニング投げて四死球が6つ、奪三振率が6という数字ですね。やっぱり佐藤投手も鈴木投手と同様に制球力が安定しないということで、まだ育成に降格してしまっていて、四死球率は現状も高いと、ただ球の威力っていうところには定評がありますから、ここからの覚醒を期待したいところです。続いて川原投手、防御率 7.11、 12.2 イニング投げて四死球が7つ、奪三振率が5という数字ですね。川原投手も同様に制球力が最大の課題ということになってしまっています。5年目を迎えるシーズンになりますから、なんとか支配下に戻りたいというところですよね。あとは伊藤投手ですね。1年目2年目とファームでも登板がないというところで、なかなか情報が入ってこないピッチャーでございます。そして望月投手、怪我の影響もあってなのか、2022年は2軍で2試合、2023年は1試合も登板がないということで、かなりポテンシャルの高いピッチャーなので、今後期待したいと思います。以上です。